ムの練習をしていきたいと思います。今回の動画は私アシュプロが普段どういう練習してるかなというのをね、まあ、お届けする動画になっておりますので最後まで楽しんでいってください。ではやっていきます。チャンネル登録よろしく。ヒェーよっしゃ、じゃあ投げますか。出しすぎちゃったかな。もうちょい内々で。どう？ん？スペア取るよ。当たり前。スペアスペアスペア。よし。スペア率 100%。出して。Yes。ストライク欲しいわ。あーもう3枚左に寄ります。Enjoy boring。 いや、マジそろそろ欲しいよこれ。ちょっと出してみます。出します。あ、ふらさ気持ちよくねえよ。よし、しっかりポケット狙っていただきます。やっちった。3で。うん。惜しい。ここでミスか。なかなかでかいね。どう？危ねえ。危ねえ。セーフセーフ。あ、やべ、ミスった。危ない。イエイ。調子悪いね。取るよ。また裏だ。もうさっきからさ、まともなストライク一本もないんだけどさ動画としてどうなんだろうね。普段こうよ、普段からこう。お前どうなってでもね、倒れないんですよ。そう。って思って投げた。ラストライク。やば。もう9番フレームまで来ちゃった。ははっ。ラストしか取れてね。やっぱりね、ここはね、ラスト決めてかっこよくいきたい。おお、なんだあれや。みっちょ。スペアでいっか。あべ。やっちゃったよー。テンフレ。
疲れした。いかがですか。これ普段の私の足ポヨの練習風景だったんだけど、まあ打てる時もあれば打てない時もある。まあここ町田ボーリングセンターさんの3月4月のレーンコンディションがなんか割とピンが滑る、割れやすいなっていう印象を受けてるんで、まあスプリットはまあ仕方ないなって感じなんですけど、ちょっとストライクの数が少ないな。あ、打ちミスが多いのがね難点なんで、次回の練習はね打ちミスなしでストライクね、ジャストストライク取って皆さんにね、ああっていう姿をたくさん見せたいと思いますので、次回の動画も楽しみにしてくださいね。本日もねご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が、ね、良ければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。あつぽよ、じゃあのー。